お疲れ様でございます。さあ、手紙の方はこちら。ねえ、俺だけのパスタ、パスタサラダ。下にはびっしりバジルだね。このバジルはみんな嫌いだね。ねえ。おい、豚野郎。やめてくれ。やめてね。どんだけ罵っても抱きついてくるね。一個食べて持ってけ、ほら。ねえ、ほら、一番ね、絵面のあるやつ持ってけ。ねえ。はい。というわけで、これ、バジルびっしり敷いた上に、冷製パスタを乗せて、なおかつ、ゆで卵を乗せるというね、俺好みのやつ。バジルはみんな嫌いだね。こんな美味しい香草は、俺はね、ニンニクもそうだし、唐辛子もだけど、刺激物が好きなんだね。うん。まるでユーカリしか食わないコアラみたいな、そんな感じ。うん。さあ、そして、まあでもね、家族にも媚びなきゃいけない。というわけで、オーストラリア産牛バラとブラジル産の鶏肉を、卵とじにしたというね、このすき焼き、親子丼&すき焼きの卵とじだね、新しい、うん、鶏肉と牛バラをとじるだけで、すき焼き&親子丼になるね、うん、ほんで、もう出ました、スーパーきのこ汁、もうこんなきのこ汁は、よそじゃ食えない。うん、えのき、しめじ、えのき、しいたけ、えのき、あと、まいたけ、エリンギ、なめこというね、盛りだくさん。ね、ネギも効いてる、豆腐も入ってるよ。ね、大根の人を吸ってるところとかね、これね、おしゃれだね、うん。ちょっと薄味。俺ね、きのこ汁はちょっと薄味のね、方が好き。うん。味噌風味はちょっと薄味の方が好きだね。さあ、家族はどうなるか、まあ、これはどうなんだろうね。さあ、どうなるか化学反応見てみよう。せーの、いよ